悠久な歴史を持つ中華文化の中でも、龍は神秘的で尊く、近づきがたい印象を与えます。しかし、丸く大きな両目をよく見ると、白い中に黒が透けている様子は何かに似ていませんでしょうか。その通り、それこそ最も天然な夏のおやつ、龍眼です。毎年の夏、高尾の内門と大高山地区に来れば、山いっぱいに龍眼が立ち並ぶ景色は、見るだけでも涼しく感じます。一房一房の龍眼は、まるで生い茂る枝葉の中に隠された褐色の宝石が、深緑色のフランネルの上できらめいているようです。この景色は、永遠に農家の心の奥深くにある最も美しい記憶です。高尾は良い山や良い水だけでなく、花見しきれないほどたくさんの良い花もあります。毎年4月、知る人ぞ知る幻想的な花の海が、ここ大高山だけの白い龍眼花です。人間だけでなく、ミツバチも大好き。濃厚な香りを嗅げば、甘い幸福感が得られます。清明时节前后十天是一个开花的时间，那这段之后就是结果。那所以有时候如果遇到刚好在开花的季节，遇到台风天的话，或者刚好那个气候不对的话，其实很多的龙眼就不容易，那一年就不容易有盛产的一个现象。龍眼はこの高尾という土地に住み着いてから何十年も経ちました。高尾人との間にも共に生き共に栄える絆ができました。毎年の春。龍眼がまだ登場しない時から、大高山の龍眼蜂蜜は一足先に今季の収穫のために序幕を開きます。龍眼は大高山という土地で何十年も住み着きました。ここの環境は龍眼の成長に実に適していることもあって、農家は薬をまく必要もなければ肥料だってついでに節約できます。毎年時間が来れば、この龍眼たちはおとなしくたくさんの実を結んでくれるのです。因为龙眼它本身就不太需要有一些肥料，然后跟就是喷洒，因为也不担心虫害的问题，所以在我们在使用龙眼呢，实际上可以非常的放心，因为它本身就是没有所谓的那些杀虫剂的一个担心。普通の花園には番犬がいます。しかし、龍眼の木の下には、また別の護衛軍が存在し、農家たちを悩ませています。それは、叩いても叩ききれない蚊です。龍眼を積みながら蚊の大群の攻撃に対抗しなければいけないなんて、まあ、仕方がないですね。美味しさのために支払うべき代価だということにしましょう。每到每年的四月的时候呢、那个我们这边整座山呢，都那个啊，开满了那个龙眼花，啊，这个时候四月的时候，尤其是在清明节的前后啊，两个礼拜的时间呢，啊，刚好是那个龙眼花蜜采蜜的那个时候，啊，所以我们这边的龙眼蜜也相当有，啊，那至于说那个它那个鲜果的采食呢，哈，大概是在那个。每年的八月、九月这个时段，因为龙眼吼，伊到要上色的时候，拢有两干嘛，吼啊，伊到尾啊，就是算上袂甜，就是长第三干，就算退干去啊。啊，伊若起初拄啊进干的时阵是头一边干，拄啊龙眼伊的皮了要金的时阵，你啊只伊的肉已经是真甜啊。不过伊的角外的角度就是还袂算上色，所以讲。迄阵也会采收一，啊！你若总讲要培养干，你搁等，互伊淡薄仔退干去吼，来，正搁再迄落，伊会搁淡薄仔甜起来，进干，进第二干，迄阵拾起来
的迄落，迄个岩干巴上赞，佫上好食。一つ一つの龍眼はどれも変わらないようですが、実は龍眼にも品種があるのですよ。見た目で分からなくても大丈夫。龍眼を最もよく知る春生おじさんの説明を聞けば一度で分かります。龍眼是若要飞，要飞看是安卡啊，规伊上水的上好的啊，因为外口人足爱爱飞的就是安卡啊，啊，搁一种就是红子，人讲红菇啦，红子迄飞起来足好个，哦，迄个飞竿迄上好个。啊，若讲要迄落飞竿大大粒的，迄轮子啊，迄吼，迄是大粒好看尔啦，啊，无嘛袂足水，袂青是迄个迄轮子的吼，轮子啊迄。迄算讲，伊个大粒啊水啊，拍头佫水，迄人较会接受啦。啊，若一杯，人就较袂遐，袂无遐介绍，无遐好个。どの品種にしても、心を込めて作ったものであるなら、絶対に美味しいです。暑い夏に一房の龍眼をおやつに買って帰れば、それは最も天然で、最も涼やかな贅沢ですよ。ペイクイ、看只後頭。这个后头吼，伊这皮都有夹痕，都感觉你旧旧，这吼，这旧旧都无同。你啊，你若无下啦，无下，无这块肉，无这痕啦。有恁一痕一痕有无？伊都是拍肉烧夹来迄个痕。啊，你若无下，无下你看无？嘿，无这个痕。保存痕咯。啊，人啊拜拜头了，拢头了几工啊来，愈烧热，伊足紧打壳啊。啊，若无买啦。啊，你若像你讲，讲即摆咱食几冬啊，你若甲下冷冻，啊，交一粒一粒伫用袋仔甲包的安尼吼，保存几冬的。あら、龍眼を摘んでいたのに、どうして急に枝も切り始めたのですか？こんなに一生懸命切ったら、木を傷つけてしまいませんか？なるほど、これは龍眼の手入れの作業で、剪定と言います。毎年収穫後には、龍眼の木の余った枝を切り落とします。そうして初めて果樹は養分を集中させてよく休むことができます。算太悬的啦，啊你无较久个鸡肉，你后冬啊，咱人一直流啊，饲法一直悬啊，所以崩爬袂起哩啊。嘿，啊以后的时阵就，即摆安尼做做啊，以后你若到迄落冬天的时阵较凉凉的时阵，就搁举连久啊，搁再久啊，好滴。龍眼は俺様気質たっぷりの名前ですが、とっても親しみやすいイメージがあります。果物界の庶民の天皇と言っても過言ではありません。龍眼の値段が安すぎて、早期の台湾社会ではことわざで、いろいろ選んでいたら最後は龍眼売りを選んだという言葉も出て、龍眼農家たちは苦笑いをするしかありませんでした。意思较早去卖龍眼，就是无做好个，无做好个，啊，就是伊免拣啦，你也拣到一个卖龍眼，就是讲你拣到，还是不拣，未拣到迄做好空啊、做好个的人就对了。新鲜な龍眼は食べれば食べるほど美味しいですが、起伏の激しい価格は龍眼のように甘くありません。幸いにも龍眼を大変身させることができるもう一つの秘法があります。それが炭火炙りのドライ龍眼です。当然它有一个特性，就是它龙眼可能今年盛产，隔年就会比较没有收成那么好，所以它有隔年的一个状态。那当隔年盛产的时候，外面的价位就相对会降低。那降低的情况之下呢，又盛产了，那这些龙眼后来大家有就是想到另外一个更好的一个保存方式，就把它制成龙眼干，因为龙眼本身它就是具有补的一个功效嘛，所以呢就是也因为这样子，大家后来发现，哎，这个龙眼做成桂圆之后，它的保存价值更高，价值性也更高，所以大家就是在盛产的时候，就会把这些龙眼，把它做一个古法的一个烘焙的方式，好把它保存下来。采收下来的鲜果，那个叫龙眼。那至于那个桂圆呢，是龙眼经过加工烘焙的这个程序，啊，所生产出来的加工品，就叫做桂圆。啊，两个字。おいしいドライ龍眼を作りたいなら他の道はありません。忍耐することです。
火をつけたら長い大気の始まりです。最後まで耐え忍んだものだけが完璧に濃縮された龍眼の味を味わうことができます。我要讲，厝当下都六元八十，配起又都不行安尼，爱行三暝三日，啊若较大灶都爱四暝四日，啊搁过来，烘好剥开，就搁八，遐八万吼，过程就搁八万，都好头到尾一礼拜袂好啦，眼眼看啦，要做较好一礼拜袂好啦。風味豊かな香りは高尾のドライ龍眼をスイーツ加工の一番の材料とならせました。龍眼の風味を濃縮しながらも溶解効果を兼ね備える経塩は物資が欠乏していた以前の台湾社会にとって最も喜ばれる栄養補給品でした。一口食べれば農村文化の中の濃厚な人情味を彷彿させます。この単純な幸福は経塩を美味しくさせる秘密の味付けなのかもしれません。一个月来上少要吃三斤盐瓜，就是盐瓜炒麻油，盐瓜豆浆和麻油先来炒个落，就盐瓜唔好啊，就拍卵拍排来煎。人中部人是讲盐瓜煮卵，这也是比吃鸡肉较补啦。高品質のドライ龍眼はそのままおやつとして食べても純粋に幸せですが、スイーツに応用されたらまた違う美味しさになります。内蒙的那个龙眼它会比台南或其他地方的龙眼的水分来得少，而且它的那个肉质的 Q 度会更高，香味会更浓，所以我们后来想说，哎，既然在高雄就用在地有那么好的一个龙眼食材，我们就用它来入味到我们的烘焙的所有的产品当中。高尾のドライ龍眼を使って作られたスイーツは、香料を加えなくても自然にいい香りを発し、見るだけでもよだれが垂れてしまいそうです。桂圆肉这东西是我们传统食补的一个食材，因为它就是会补气，然后对像冬天的时候手脚会冰冷、血液循环不好的人，那吃了龙眼之后，它会帮助他们做改善。那所以在传统的我们的食补当中，它是一个很重要的一个食材。一粒一粒の龍眼はまるで文化の記憶を保存したタイムカプセルのように、代々にわたる台湾だけの甘い記憶を載せています。龍眼を一粒剥くと溢れ出る爽やかな香りは農家たちの汗水の積み重ね、また人間と自然の間の共生共栄の和睦を表します。山いっぱいの龍眼の木はいつまでも高尾人にとっての誇りです。時代がどんなに変わろうとも、この幸せの味はずっと高尾で伝えられていくことでしょう。ご評議員さん